はい、こんにちは、こんばんは。まだまだ暑いっすね。異常気象が続いております。台風にも気をつけてください。はい、今日はね、このシュワシュワソーダゼリーをファミマで買ってきたので飲んでみたいと思います。作ってみたいと思いました。イエーイ。ねえ、よく私はゼリーを買ってきますよね。なんかゼリー買ってきてね、これ我に返るんですよ。またこんな動画撮ったら再生数しょぼいし低評価つくなってね。買ってきて我に返るんですよね。このようにカメラ回すとかなりね、買う時も迷うんですけどね。これ買うべきか買わんべきかって、まあ、買ってきたんで商品紹介しますね。これはね、混ぜるんですね。どうやって作るんでしょうか。これは税込み180円くらいでしたかね。180円くらいで、内容量は 348.8 って端数が、小数点がある。 348.8g 入っております。まずキャップを外し、シワシワの元1、2を取り出し、内蓋を開けてください。はい、開けましょう。よいしょ。うわ、プルンプルンや、プルンプルン。次にシワシワの素1を入れてから2を入れ、ストローで容器底の方から全体をまんべんなくよくかき混ぜてください。1を、シュワシュワの素1を入れて、すぐに2を入れるんかな。1を入れてシュワシュワの素2を入れるよ。お、これは細かな、ここないね。お、シュワシュワなってるよ。ストローで底の方からまんべんなく混ぜると、シワシワや。これでいいのかな。シワシワと泡が立ち膨らんできたら出来上がり。膨らんでは来ないね。シワソーダゼリー出来上がりかな。美味しそう。音が鳴っております。シワシワ、ええ匂い、美味しそうな感じ。ちょっと、それじゃあ飲んでみますね。いただきます。ゼリーやね、ゼリーやけども粉末のシュワシュワ感が効いてるね。これがスパイスとなって効いております。このシュワシュワの粉末がね、ちょっとラムネ感が強いね。ラムネ感が強い感じがします。美味しいです。ファミマで180円ぐらいで売ってます、これ。ソーダ、シュワシュワソーダゼリーでした。今こちらね、メルカリで出品しております。よければね、欲
しい方いればよろしくお願いします。こんなんですけど、部品全部揃ってるんでね、私の部屋ね、置き場がないんですよ。置き場がこのようにしてオンにすれば動きます。難しいな、本当。はい、飛ばないというね。ほんま、これがタイマーね。今日ゼロになったら飛びます。こんな感じですね欲しい方いてればもらってくださいね。こちらね、こちら今メルカリで出してる透明な標本です。透明なやつね、このような透明度です。まあまあ綺麗だと思うんですけどもね、このようなやつ。もうゴキブリのね、気持ち悪いイメージを変えましょう。いい加減変わります。これをね、手にすればゴキブリのイメージがね変わると思います。はい、後半ちょっと関係ない動画になってしまいましたけどもね、こちらメルカリで出してますんでね、興味のある方いればね、また覗いてみてください。それじゃあ動画をご覧いただきありがとうございました。さようなら。